クロスが入ってきた、こぼれた、中村、そして木村、決まったか、決まった、リファーレン長崎通算200ゴールメモリアルゴールはやはりこの人木村優。前半36分、今思わずやはりと言ってしまいましたが、実は J2 のチーム100ゴール目のメモリアルゲームもメモリアルゴールも2015年4月11日の京都戦西京極でこの木村優のゴールでした。そして今度は200ゴール目ホームで見事この木村が押し込みました。ホームのビファーレン長崎先制です。いや今山田さん多少泥臭いゴールではありましたが、そうですね、まあ、ここの中村選手の入りが非常に良かったですよね。最初